はい、欧州館事件の皆さん、こんにちは。今回は欧州館のということで、適正対策、またパズル系ですね。で、今回の問題は、カードが1から11まであって、まあ、ここにこう、全部並んでます。で、このうち、1、2、3、4、5だけを表向きにしました。ただし、こちらは順番通りとは限りません。で、規則は、この両脇のカード、この見えてる部分は2つの差がここに見えてます。ただ、順番は分かりません。どっちが大きいかは分からないで、ここに差が見えます。で、これは、今回はどっから手をつけるかですね。こっちから、こっちから、もしくは真ん中から。で、このポイントを探っていきます。まず、基本的には、パターンの少ないものをまず考えましょう。そして固定していって、そこから順次次へ探っていきます。すると、ここが差ですので、差が1が少ないか、5が少ないか。さあ、パターンとして、数字は1から11。残っている数字、6、7、8、9、10、11ですね。の、もう見て分かる通り、こちらは絶対に多いです。たくさんパターンあります。ですので、こちら、差が大きい方からやっつけます。そうすると、組み合わせとして、もう、ここしか、もうできません。もうこのパターンが1個しかないのが2人です。ただ、どっちか、6になるのか、こっちになるのか、これですね。これがわからない。ですが、条件があります。ここに11、6を入れる。すると、4。4ならもう引けない。上に10ですね。ここに6、11。ですと、11、4。なら、というふうに。じゃあ、どっちが入るか、まずやってみましょう。途中で行き詰まったら、また潜ります。試しに、11、6を入れましょう。もうパターン2個なんで、やってみます。さあ、で4を、ここから、引くと2は使ってます。ですから上げましょう。と10から3。足せませんから引きましょう。そして、これも、引くと5使ってます。足しましょう。と9から1。これは、足したら10使ってます。ですので引きましょうですね。とこうなります。すると、まず、これが、まあ一応正解がここでいきますね、全部。じゃあ、逆はどうでしょう。逆。6、11入れます。これ、足すね、引きます。これも、引くと4ですので、足します。これも、足す12、ダメです。引きましょう。で、これですね。残り、これ9かな。ですね。さあ。で、なんと、回答、二通り出ましたね。で、実はこの問題、本当は説明もう一個あって、二つの両端の差が、まあ本当の問題なんですけども、どっちも差が3というちょっと楽しいゲームですね。こういったものがあります。ですから、回答が1個ではないというところ、試しに両方やって、両方できるケースもあります。こういったもの、もうパターンが2個になったら、もう全く怖くないです。間違ってもいいんで言っています。違ったら戻ります。1個は使えません。こういった作業系、ちゃんとできるように練習をしておいてください。